回転の、ゆっくり解説動画。第16回、仁徳天皇。皆さんこんにちは。社名丸あやです。障子越しの、太陽の光が心地よいです。こちやさないです。今回は、布団の上に乗ったわよ。白霊霊夢よ。何を偉そうに。霧雨マリサだぜ。今回は、16代目の天皇を解説します。前回は、あんたの説明口調が多かったわね。伝えたい内容が多すぎると、多少はそうなるぜ。今回は、エピソード中心か、事業中心のどちらでしょう。業績とエピソードの両方があって、バランスがいい天皇が、一番ありがたいですね。それでは、解説していきましょう。今回は16代目、仁徳天皇です。仁徳天皇は、290年に生まれました。名前は、お補佐崎の御事、です。名前の由来は、仁徳天皇誕生直後に、部屋に入ってきたミミズクと、同日に生まれた、竹の内の宿根の子供の誕生直後に入ってきたミソサザエ。これは何かの吉兆だと、互いに鳥の名前を交換し、子供たちの名前に含めました。別に、鳥の名前を交換する必要はありませんよね。ミミズクの方が、頭良さそうで、ミソサザエより有名なのにな。まあ、そんなことができるほど、仁徳天皇と竹の内の宿根の仲が良かったとも言えます。竹の内の宿根の名前が、さも当然のように出てきてるけど、本当はもう死んでるはずよね。仁徳天皇の即位前、父の応仁天皇は、末っ子の王子の脇井奴子を皇太子にしていました。仁徳天皇と兄の大山森の巫女、および仁徳天皇に気を使わせるほど、強引に皇位を認めさせるほどでした。なかなか不穏なことをしてたのね。応仁天皇崩御後、宇治の脇井奴子は天皇にならず、仁徳天皇の方が天皇にふさわしいと言います。仁徳天皇も、父の決めたことだからと、宇治の脇井奴子の誘いを断ります。あなたが、いや、あなたが、という譲り合いが続く中、応仁天皇の説得が不満だった大山森の巫女が、それなら、俺が天皇になる、と言わんばかりに、宇治の脇井奴子殺害の兵を挙げます。しかし、二人は事前にこの流れを察知しており、あんたは黙っとれ、という感じに、大山森の巫女を返り討ちにして、殺害しました。いっそのこと、大山森の巫女に、天皇の位を譲ってもよかったんじゃないか？あくまで、譲り先が天皇になってほしいだけであって、第三者が天皇になるのは許せなかったのでしょう。大山森の巫女が死んでも、譲り合いを続けていた両者ですが、宇治の脇井奴子は、自分がいるから解決しないのだと考え、ついに自殺してしまいます。考えうる選択肢の中で、悪い結果になりましたね。その結果、仁徳天皇は即位することになります。応仁天皇崩御から仁徳天皇の即位まで、3年間天皇不在の状態が続いていました。今まで迷惑をかけてきた分を挽回するように、仁徳天皇は、内政に力を入れていきます。彼の即位直後は、民の生活は荒れていたとか、最近の天皇が、朝鮮半島にメロメロだったり、3年間政治が止まっていたこともあります。政党や、外交ばかりしてたら、内政がおろそかになるし、国民の生活も、現状も見えなくなるわ。仁徳天皇は、都を浪速の高津の宮に移し、難波を起点に政治をします。仁徳天皇が最も行った政策は、水害防止、田畑を開発するための、河川整備と堤の築造でした。中でも、難波の堀江の開削と、まむたの堤の築造は、日本最初の大規模土木事業とされています。他にも、大阪、京都、奈良を中心に、排水路やため池を作り、国民の農業効率を高めました。治水事業は、父の応仁天皇の経験が生きてるな。国民の生活を良くしようと働いた、仁徳天皇の政治は、後の時代にも称賛されています。その政人ぶりは、民のかまど、という作り話が生まれるほどでした。国民の多くが、満足に食事ができるように、3年間の税金廃止。朝廷は収入源が激減、屋根の修理もできなくなりました。天皇も、同じ服を着続け、腐りかけの食べ物も食べました。結果、国民の生活が改善されたのです。徳、の字がつく天皇の、負の法則は適用外。ある意味、初めて国民に向き合った天皇とも言えます。ここまで称賛された天皇って、初めてです。
そんな仁徳天皇ですが、多才で多才、恋多き人物であり、多くの妃を迎える女好きでもありました。いきなり人間臭い話になったぞ。その中でも、皇后の岩の姫の御子は、かなり嫉妬深い人物であり、他の妃を監視し、天皇が他の妃を迎えた際には家出し、面会拒否するなど、仁徳天皇はかなり困っていたそうです。まあ、一夫多妻が合法な時代の人にとっては、今以上に面倒くさい人だったでしょうね。最後に、仁徳天皇は、宗書、和国伝の、和の豪雨、の、三、また破珍、であると言われてます。三って、応仁天皇の時も言ってなかったっけ？諸説あるので。次回も、三候補の天皇ですよ。さて、仁徳天皇も長寿の弱いで崩御したわけですが、今回の解説は、ここからが本番とも言えます。今からが本番って、どういうことよ。普段はこの後、墓と年齢紹介だけだぞ。まず、日本書紀の仁徳天皇は、在位87年目で崩御します。しかし、古事記では83歳で崩御してるんです。古墳時代に入っても、年齢が不確定なのは変わらないんですね。古事記では83歳、日本書紀では109歳の崩御です。墓は、モズの耳原の中の御捧ぎ、です。遺跡名は、大仙陵古墳。皆さんに馴染みがあるのは、仁徳天皇陵、の方でしょうか。教科書に、写真付きで載ってました。全長486メートルで、面積が世界で最も広い墓です。エジプトのクフ王のピラミッド、中国の秦の始皇帝陵に並ぶ、世界三大墳墓です。作った人たち、大変だったろうな。なお、1970年頃以前は、仁徳天皇陵、という呼び方が一般的でしたが、仁徳天皇の墓だという確証がないので、現在では、大仙陵古墳、という呼び名が一般的です。それでも、古墳のある大阪府堺市と、周辺の人々は、親しみを込めて、仁徳さん、と呼ぶ人もいるそうです。治世中も、死後も愛されるなんて、天皇冥利に尽きるでしょうね。実際、名前より墓の方が有名な天皇でしょうね。今回はここまでです。おそらく、歴史の勉強で、一番最初に関わる天皇だと思います。今回は長くなったな。外せない逸話と障害、墓の説明と、盛りだくさんだったわね。では、本編の内容から離れ、報告です。歴代天皇ゆっくり解説動画シリーズ投稿開始から、約1ヶ月。チャンネル登録者数も増え、コメントもいただいております。うぷ主は多忙ゆえ、コメントを返す時間がありませんが、コメントは必ず目を通してます。意見、感想などがありましたら、コメントもお願いします。動画投稿歴が浅いので、技術は高くありませんが、もし興味を持っていただけたら、今後もこのシリーズをよろしくお願いします。それでは、17代目の解説でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。